では、無料で稼げるビットコインなんですけども、左上に書いてますね。無料のビットコインっていうふうに。まあ、このサイトは私知る限り、2016年ぐらいからスタートしてるみたいなんですけども、私の勘違いだったらすいません。少なくとも3年ぐらい前からやってますよっていう人の情報を頼りに私もここにたどり着いたんですけども、その方はね、3年間で今40万円ぐらいになってるそうです。3年で40万ね。ビットコイン自身の時価総額の向上ってのもありましたんで、だからね、このサイトだけで儲かってるってわけではないんですけども、でも今後のビットコインの上昇もちょっとね、期待しながら、無料でコツコツと稼げるわけですから、1日にね、ほんと5秒とか10秒とか割いてもいいんじゃないかなって気はしますね。で、右上、私現在ね、3月11日から始めて、600円ぐらいの見入れになってます。今、0.0000591ビットコインになってるでしょ。これがだから大体600円ってことです。594円っていう感じでね。じゃあ、一体何をして稼げるようになったのかってことなんですけども、やり方はシンプルです。ここにタイマーが回ってますけども、1時間に1回これがゼロになるんですよ。ゼロになると、こちらの方のルーレットが回せるんですね。これ57分51秒って出てますよね。こっちの方が正確か。ここにタイマーを押すスイッチが出ますので、それを1時間に1回押すだけです。で、1時間に1回っていうのをね、あんまり頭に置いとくと不自由になっちゃうんで、私の場合は別に1時間に1回じゃなくて、1日に1回でもいいから押しに来るって感じにしてます。まあ、たまたまこのパソコンを開いた時に、これがね、ゼロになってたら押すみたいな、そんな簡単な感覚です。そうすると、ルーレットが回せて、ビットコインが少しもらえるって形になりますね。で、大体、ものすごく少ない、すごい、なんて読めばいいのか分かりませんけども、0.00002BTC がもらえるって形なんで、この一番下のね、桁が回るみたいな感じなんですけども、でもどうもね、そうじゃないみたいなんですよ。というのが、さすがにね、1日に1回とか2回押すだけでここまでなんないと思うんですよ。だから、こうは書いてますけども、実際はもうちょっとね、いいペースで増えてるんだろうなって気はしますけどもね。まあ、どちらにしましても、1ヶ月弱で600円ですから、まあ1日20円、20数円ってとこですか。まあ、そのためにこれをね、ポチッと押しに来ると。押すのはね、数コンマ1秒ですから。1秒もかかんないで押せますから。まあ、だったらパソコン開くついでに気がついたら押していけばいいかなっていうとこですかね。はい。で、登録も簡単ですから。登録はね、どこからだったかな。どこからだったかわかりませんけど まあ、なんかね、登録するところがあるんですよ、どっかに。どうやって登録したかな？もうそのぐらいね、私もいい加減なんですよ、ここは。で、一応これ、外に出せますね、このビットコイン。だから、ね、得でしょ？で、増やすペースで、ビットコインを増やすペースを増やしたかったら、お金を払うことになっちゃうんですよ。そっからはリスクがかかるんで、私はやりませんし、進めませんけどね。まあ、やりたい方はやってみればいいんじゃないですか。その他、いろんなイベントがあって、要するにカジノなんでしょうね、これね。無料のビットコインあげるよって言って、アクセスがここに集まって、そのアクセスの中からこういうふうにお金を払って何かをね、リスクのあるコースを選ぶ人からの回収で成り立ってるってとこじゃないですか。利益の形っていうのは大体そんなもんだと思いますよ。だから私たちは増えるペースは遅いけれども、でもね、地道に、ちょびちょび増えればいいかなっていうふうなね、欲の少ない人向けのものじゃないかなと思います。ちょっとこれ、なんだろう。BTC を複数回プレイするか、宝くじを購入して最低賞金を増やしてください。あ、なるほどね。なんかお誘いが来ましたよ。要するに今のペースだったら、ビットコインが増えるペースがスローだから、ビットコインを複数回プレイするか、つまり、どんどんこのね、1時間に1回ぐらい回しに来てくださいよってこと。もしくは宝くじを購入して最低賞金を増やしてくださいってことですよね。宝くじを購入したら、だってリスクが増えるわけですよ。宝くじってでもなんだろう。まあでもこういうふうに興味持つでしょ、やっぱり。で、じゃあ一回ぐらいやっとこうかなと思って宝くじを少しでも買えば、こんな600円なんて消し飛ぶわけですから、その分、これの無料ビットコインの利益に回るって形じゃないですか。まあビジネスモデルは必ずありますよ。肝心なのは、リターンが大きくなるからって言って、お金を手出ししないことですよね。あくまでも、1円も使わずに、もらえるものはもらっちゃえっていう根性でこの無料のビットコインには挑もうかと思います。それでは。